あなたも赤ちゃんを抱いてみる？え？いいんですか？わあ、かわいい。ねえ、お父さんも抱っこさせてもらいなよ。そうだな。私にそう言われ、父は手を伸ばした。私にとっての初の甥っ子で、父にとっても初孫だ。曲がりなりにも兄はちゃんと親孝行をしているなと思っていると、兄嫁が赤ちゃんを私から取り上げた。地方のお父さんには孫は抱かせないわよ。私は耳を疑った。一体何を言い出すのだろうか。すると父が突然立ち上がり、兄夫婦の前に立った。そして驚きの発言をしたのだった。その子は孫じゃないぞ。私の名前はしおり、28歳の会社員だ。大学を卒業して就職して働き始めてもう6年になる。私はそれと同時に一人暮らしを始めていて、ちゃんと自立している。仕事も最近成果が出ていて、つい最近昇進もした。右も左も分からなかった私がこうやって仕事で結果を出せているのは嬉しいことだ。給料が上がれば実家の両親にももっと親孝行ができる。この前は私は父と母に温泉旅行をプレゼントした。両親は結婚して30年以上が経っていて、今でも仲がいい。私もいつか結婚したら、両親のような夫婦関係を築いていきたいと思っている。しおりはまず彼氏を見つけないとね。確かに。でも仕事が楽しくてさ。もちろん仕事が充実しているのはいいことだけど、それでも恋愛も大事よ。そうなんだけどね。なかなか出会いがなくて。出会いがないって言ってると、どんどん出会いがなくなるわよ。出会いは自分から探しに行くものよ。私とお父さんは共通の友人の紹介で付き合い始めたんだから。そうだったの？そうやって出会ったんだね。学校一緒だったとか職場が一緒だったとかだと思ってた。うん、お互いに地方出身で社会人になってから東京にやってきたから、紹介されるまでお互いに交わることのない人生を送っていたのよ。そうだったんだね。じゃあお友達がいなかったらお母さんたちは出会っていなかったってことなんだね。そうよ。あなたやお兄ちゃんも生まれていなかったわ。なるほど。まあ付き合うことになったのはお父さんが積極的にアプローチしてくれたからなんだけどね。お、おい、余計なことまで説明しなくてもいいんだぞ。あれ、お父さん照れてるの？うるさい。父親をからかうな。もうお父さんったら本当に照れ屋なんだから。母がさらにいじると父は恥ずかしそうに席を立った。どこに行くの？台所だよ。そろそろ飯食うだろ。俺が作るよ。あら、ありがとう。父はそう言ってちゃちゃっとパスタを作ってくれた。とても美味しいカルボナーラを作ってくれて、赤ワインと一緒に食べて幸せな気分になる。本当にお父さんって料理上手だよね。しかもレシピもちゃんと覚えてるんだもんね。すごいわ。記憶力はいいからな。こうやって手料理を振る舞ってくれる夫でよかったわ。あなたも料理上手な旦那さんを見つけられるといいわね。両親と楽しい時間を過ごし、私は家に帰った。こうやって定期的に実家に帰ってゆっくり過ごせるだけでかなりリラックスすることができる。仕事ばかりしている私のいい息抜きになっている気がする。間違いなく私にとって両親や実家は心の支えになっているだろう。だから明日からの仕事も頑張れる。まあでも母の言うように、自分から出会いを探しに行かないといけないな。そんなことを考えていた。そして私は再び日常に戻った。それから3ヶ月ほどが経った。私は相変わらず仕事に打ち込みながら、ちょっとずつ出会いを求めるように動いていた。友人が開いた合コンに参加してみたり、マッチングアプリに登録してみたりもした。今のところピタッとくる出会いはまだ訪れていないが、今までよりも視野は広がったような気がする。だがそんな中、思いもよらないことが起きた。実家にいる母が倒れてしまったのだ。お母さん大丈夫？ああ、心配をかけてごめんね。急に倒れたって聞いたけど。そうなのよ。だけど大したことないから安心して。本当に？母は笑顔でそう言っているが、なんとなく私は嫌な予感がした。それに父の表情が暗い。あまりいい状態ではないのではないだろうか。何かあったらすぐに教えてね。入院することになるの？ええ、
今朝とかあるからね。それじゃあ着替えとかいろいろ持ってこようか。そうね、お願いしようかしら。私は不安になりながら実家に物を取りに行った。そして病室に戻ると母は眠りについていた。お父さん、これ持ってきたよ。ああ、ありがとな。ちょっと外を出れるか。父にそう言われて私は一緒に病室の外に出た。ラウンジの椅子に向かい合うように座る。母さんな、ガンだったんだ。え？嘘でしょ。だってさっき大したことないって。あれは母さんなりの優しさだ。私が感じた不安は当たっていた。母は笑顔で取り繕っていただけだった。父の表情から何かありそうだと思っていたが、まさかガンだったなんて。そんな、それで治るんだよね。いや、余命はあと1年だそうだ。え、1年？1年なんてあっという間だ。私はショックで倒れそうになった。おいおい、そんな顔を母さんの前で見せるなよ。まだ黙っているように言われたんだから。うん、ごめん。そうだ、お兄ちゃんには連絡をしたの？ああ、一応な。それで？なんだかよくわからないが、すぐには来れないそうだ。そんな。兄の和也はいつもそうだ。大事な時に全然来ない。私たち家族のことをないがしろにしている感じがある。父が連絡をしても兄は緊急性を感じなかったようで、母の見舞いには来なかった。そんな兄も父をあまり信用していないようで、母がガンだということは伝えなかった。それから私は仕事後にできる限り母の見舞いに行くようになった。そんなに頻繁に来なくてもいいのに。私が来たいから来てるんだよ。実家よりも通いやすいしね。そう？それならいいけど。母は気丈に振る舞っていた。だが体が辛そうなのは明らかだった。お母さん、無理しないでね。大丈夫、無理はしていないわ。検査が続いてちょっと疲れてるだけだから。お母さん、私本当はもう知ってるの。お母さんがガンだってこと。母は私の発言に驚いていた。そう、知っていたのね。うん、だから私の前ではそうやって無理しないで。ありがとう、しおり。お母さん嘘が苦手でね。簡単にバレてたでしょ。まあそうだね。でもそれ以上にお父さんが下手だった。ずっと暗い顔をしてるんだもの。そうなのよね。あの人全然嘘つけないのよ。すぐに顔に出るから。そうそう、今どんなことを思ってるかすぐわかるよね。私と母は父のことをいじってそうやって笑い合った。母の無理をしていない笑顔を見るのは久しぶりだ。私が見たかったのは母のこういう姿だ。母は私に取り繕わなくてよくなったからか、かなりリラックスしていた。見舞いに行っても穏やかで、楽しく会話をすることができた。残された時間があとわずかだということはとても寂しいことだが、こうやって一緒にいられる時間を大事にしていきたいと思う。そして一年が経ち、母は余命を迎えてあの世へと旅立っていった。覚悟はしていてもさすがに悲しかった。それからすぐに母の葬儀が行われた。私と父で葬儀の準備と手配をやったので大変だったが、それでもちゃんと無事に母を見送ることができた。兄は一応母が危篤状態になってからやっと見舞いに来て、母と最後の会話をしていた。とりあえず母が亡くなる前に兄と話すことができてよかったと思う。でも兄にはもっと早くに見舞いに来て母とたくさん会話をしてほしかった。だが私がそんなことを直接兄に言ったら喧嘩になるだろう。兄は自分勝手でわがままな上にプライドが高い。そのため変に刺激したら切れて面倒なことになる。葬儀に来てくれただけでもよしとしよう。私はそうやって割り切ることにした。それから私たちはいつもの日常に戻った。父も私も母を失った悲しみはまだ癒えていないが、それでも働かなくてはいけない。父はまだ62歳で定年まで数年ある状態だ。だから会社に通勤をして働いていた。母を亡くしてから一人きりになった父のことが心配だった私は、実家に定期的に顔を出すようにした。お父さん、元気にやってる？ああ、とりあえずは大丈夫だ。
それならよかった。せっかく来たなら晩ご飯を食べてけ。昨日チキンカレーを作ったんだが全然減らないんだ。お母さんがいる時と同じ分量で作ったんでしょう。ああ自然とな。これじゃ俺はこの1週間カレー地獄になってしまう。だから協力してくれ。うん、いいよ。私は父と一緒に父が作ったカレーを食べた。このカレーは母の大好物で父がよく作ってあげていたそうだ。確かに母が好物なのもわかるほど美味しい。たくさんのスパイスを使い、そして鶏肉も丁寧に仕込みをしてじっくりと煮込んでいるそうだ。とりあえず自炊はできてちゃんと栄養のある食事をとれているようで安心した。こうして定期的に実家に帰っていた私。そんな中、父から驚きの報告を受けた。和也が結婚するそうだ。え？お兄ちゃんが？なんと兄が結婚の報告を父にしてきたらしい。それで両家の顔合わせにしおりにも来てもらいたいんだ。それは構わないけど、まさかお兄ちゃんが結婚するなんてびっくり。まあ、あいつももう30歳だからな。一応は働いているし、結婚すればもっと社会人としての自覚も持てるようになるだろう。私は兄のことはあまり好きではなかったが、純粋にめでたいと思った。そして後日、私は両家の顔合わせに参加した。そこで初めて兄の婚約者のカナさんと会ったのだが、兄の婚約者の印象はかなり派手だった。髪色も明るくてメイクも派手だ。詳しく話を聞くと、アパレルの仕事をしているらしい。兄がよくお客さんとして来ていて、そこから仲良くなって交際が始まったそうだ。そんな出会いもあるのだと私は感心しながら馴れ初めを聞いていた。そして両家の顔合わせが終わり、結婚式も挙げて兄とカナさんは夫婦となった。まさか兄が結婚するとは思わなかったが、その後も順調に結婚生活を送っているらしい。それからあっという間に3年の月日が流れた。お父さん、定年退職おめでとう。はい、これお祝いのプレゼント。ああ、ありがとな。こうやってお祝いをしてくれるのはしおりだけだよ。お兄ちゃんからは連絡とか来てないの？全く来ないよ。そもそも結婚してから数えるほどしかこの家には来ていない。あいつの嫁の顔もあまり覚えてないくらいだ。あらら、そうなんだ。どうやら兄夫婦は全然実家に顔を出していないらしい。確かに正月やお盆の時期に実家に帰っても兄夫婦と会うことがない。別の日に来ているのだと思っていたが、どうやらそうではなかったようだ。やっぱり結婚をしたとしても兄は家族を存在に扱うようだ。父ももう兄に対してはある程度諦めているらしい。とにかく大きな問題を起こさないのであればいいそうだ。父がそう言うのなら、私も別に何も兄には言わない。それに私は兄のことよりも自分のことに集中するべきだ。私は去年に合コンで知り合った男性と付き合うことになり、1年が経った今も交際が続いている。彼はとても優しくて紳士的で素敵な男性だ。そして私のことをとても大事にしてくれる。私も彼も結婚を前提にお付き合いをしている。ようやく私の夢というか目標が一つ叶いそうなのだ。だから兄のことを考えている暇なんてない。だがそんな中、思いもよらないことが起きた。ある日、父からいきなり電話がかかってきた。もしもし、どうしたの？しおり、ちょっと大事な話があるから来てもらえるか。え？うん、わかった。父の声のトーンは少し暗かった。これはなんだか嫌な予感がする。私は胸がざわつくのを感じながら実家に行った。お父さん、話って何？実家に着き、私は父と向かい合って座り話を聞いた。父の表情は依然暗いままだ。実はな、病院で検査を受けたら認知症だと診断されたんだ。え？認知症？ああ、まだ軽度なんだけどな。今は全然記憶力はいいし、知り合いの顔や名前も覚えている。しおりの顔ももちろん覚えている。娘としてはそれはギリギリまで覚えていてほしいよ。そうだな。そんな感じで今は特に問題はない。だけど数年後とかにはどうなっているかわからない。そうなんだ。一応伝えておこうと思ってな。あと最近は忘れ物防止のためのグッズみたいなのもあるらしいんだ。
へえ、そうなんだ。じゃあ早速一緒に買いに行こうか。ああ、助かるよ。私は父が認知症だと知ってショックだったが、父自体はすでに病気とちゃんと向き合おうとしているようだった。ちらりと台所に目をやると、そこにはたくさんのメモがあった。どうやらレシピを書いて残しているようだ。父は今まではすべて暗記していた。だが、おそらくだが少しずつ思い出せなくなっているのだろう。そういうのを見ると、本当に父が認知症にかかっているというのを実感する。私はこれから父のことをさらに気にかけていかないといけないと思った。一緒に出かけて目的のものを購入し、家に戻る。今は便利な時代になったもので、認知症の人に向けた忘れ物防止のグッズも充実してきている。これならまだ安心して父も一人で生活ができるだろう。それから晩ご飯を一緒に作り、二人でゆっくりと食事をとった。随分と料理がうまくなったな。本当に？よかった。最近すごい料理頑張ってるから。彼氏のために作ってるのか？うん。結婚してからもちゃんと作ってあげたいからね。そうだ、お父さんのレシピいろいろと教えてよ。メモとか書いてくれたらありがたいな。ああ、ああ、仕方ないな。私はもちろん父のレシピが知りたいのもあったが、それと同時に父自身が認知症で落ち込まないように配慮した。私のためにレシピのメモを書いていると思えばあまり落ち込まずに済むだろう。晩ご飯を食べ終え、家に帰ってから私は兄に LINE をした。それは父が認知症になったという報告だ。やはり兄にもちゃんと伝えておかないといけないだろう。だが既読はつくものの、兄から返事は来なかった。そして翌日になっても返事は一切来ない。さすがにそれはないだろうと思い、私は兄に電話をした。なんだよ、俺は忙しいんだよ。何度か着信音が鳴った後、やっと電話がつながった。だが兄はすごく機嫌が悪そうに電話に応じた。 LINE 見た？お父さんが認知症だっていう内容のやつ。ああ、見たよ。もうボケてるってことだろ。そんな言い方しないでよ。まだ軽度なんだから。だけど診断されてるってことはボケが始まってるってことに変わりないだろ。まあそうだけど、私が連絡をしたのは今後お父さんが何かあった時に兄弟で支えていきたいってことなの。ああ、同居とかは絶対に無理だからな。別にお兄ちゃんたちに同居してほしいなんて言わないよ。当たり前だ。俺たちはもうすぐ子供も生まれるしな。え、お姉さん妊娠してるの？ああ、あと1ヶ月半ぐらいで生まれるぞ。そんなの聞いてないんだけど。別にお前に報告する必要はないだろ。お父さんには言ってるの？いや、言ってないよ。生まれてからでいいと思ったからな。いや、普通は生まれる前に報告するべきでしょう。なんだよ、めんどくさいな。今言ったんだからいいだろう。それは私が今電話したからたまたま言う機会ができただけじゃない。本当にお前は口うるさいな。もういいか。とにかく俺たちは介護とか同居とかしないからな。兄はそう言って電話を切ってしまった。せめて少しくらい父の心配をしてほしいものだ。私はやれやれと呆れながらも父に兄嫁の妊娠について報告をした。父は孫ができることを喜んでいた。そうか、あいつも父親になるのか。ちゃんとした父親になれるのか疑問だけどね。私がそう言うと父は少し複雑な表情をした。父は父で兄のことを心配しているのに、その不安を煽るような発言をしてしまったことを私は悔やんだ。慌てて私は話の方向を変えた。無事に出産をしたらお祝い持っていこうね。そうだな、それはいい。父の表情が少し明るくなり、私はほっとした。それから約2ヶ月が経った頃、私は父と一緒に兄夫婦の家を訪ねた。お久しぶりです、かなさん。どうも、お久しぶりね。お父さんも連れてきたの？え、はい。行けなかったですか？いや、別にダメってわけじゃないけど。ね？兄嫁はそう言って兄に目配せをする。わ、来てしまったものは仕方ないだろ。出産祝いも持ってきてくれたんだろ。あ、うん。私はそう言って兄に出産祝いを渡した。兄はそれをぶんどるとすぐに中身を確認した。え、なんだよこれ、チーク玩具？こんなものいらねえよ。普通は現金をたくさん包むものだろうが。兄はそうやって文句を言ってきた。
ちょっとそんな言い方ないじゃない。私とお父さんが二人で変わってきたものなのに。まあまあしおり、落ち着きなさい。ちゃんとお金も用意してるから、これでいいか。そう言って父は封筒を兄に渡した。んだよ、あるじゃねえか。認知症だから忘れてたのか。そんな嫌味を言う兄、ちょっとなんてこと言うのよ。本当のことを言っただけじゃないかよ。っていうかもっと包んでくれよ、こんなんじゃ全然足りないし。父からお金をもらっているのにもかかわらず、さらに文句を言う兄、本当に信じられない。すっかり空気が悪くなってしまった時、兄嫁が抱っこしている赤ちゃんを私に近づけてきた。あなたも赤ちゃんを抱いてみる？え？いいんですか？ええ、いいわよ。かわいい。初めて抱っこした赤ちゃんはとても可愛かった。私はさっきの怒りが少し静まった。そして父にもこの喜びを共有したいと思った。ねえ、お父さんも抱っこさせてもらいなよ。そうだな。私にそう言われ、父は手を伸ばした。私にとっての初の甥っ子で、父にとっても初孫だ。曲がりなりにも兄はちゃんと親孝行をしているなと思っていると、兄嫁が赤ちゃんを私から取り上げた。ちょっとちょっと、何をしてるのよ。え？地方のお父さんには孫は抱かせないわよ。私は耳を疑った。一体何を言い出すのだろうか。認知症のお父さんに抱かせるなんて危険なことできるわけないでしょ。地方が子供に移ったらどうするのよ。兄嫁はそう言ってバカにするような目で父を見ている。私は兄嫁も兄と同じタイプなんだと認識した。もともと関わることが少なかったからそこまで性格を理解していなかったが、この人も兄と同じく最低だ。私は拳を握りしめて兄夫婦に一言申そうと思った。すると父が突然立ち上がり、兄夫婦の前に立った。そして驚きの発言をしたのだった。その子は孫じゃないぞ。え？父の発言に兄夫婦が同時に驚く。私もびっくりして同じくえっと言っていた。孫じゃないって父さん何言ってんだよ。もしかしてこれがボケってやつか。嘘でしょ、ここまで進行してるの。私たち絶対に介護とかしないからね。兄夫婦は父の認知症の症状だと思ってそんなことを言った。だが父は兄夫婦の発言を無視して話を進めた。私はこの前病院でカナさんを見かけたんだ。はい？私を？ああ、丸々病院でな。あそこは大きい病院で、内科や産婦人科などいろんな専門分野が同じ病院内にある。私はちょうど診察を終えてトイレに行こうとしていた時、入り口から病院に入ってくるカナさんを見かけたんだ。認知症とはいえ私はまだ軽度だ。だからあなたの顔は覚えている。それに妊娠しててお腹も大きくなっていたから余計に分かりやすかった。だが一緒にいた男性を見てびっくりしたよ。それは和也じゃなかったんだからな。え？一緒にいた男性は誰だったんだい？父に問われて兄嫁は顔を青くしていた。あ、あれはその弟ですよ。まさかお父さんに見られていたなんてびっくりです。声をかけてくれればよかったのに。はあ、私が見た限りでは和也よりも年上に見えたんだがな。20代には見えなかったぞ。父に問い詰められ兄嫁は冷や汗を流していた。その様子は誰が見ても怪しい。兄も違和感を感じたようだ。おい、カナ、どういうことだ。俺以外の男と産婦人科に行っていたなんて聞いてないぞ。あ、それは…兄が兄嫁に詰め寄ったので私はとある提案をした。その赤ちゃん本当にお兄ちゃんの子なのか DNA 鑑定をすれば。え？そんなの必要ないわよ。正真正銘和也の子よ。だったら DNA 鑑定をしても問題ないじゃないですか。そうだな、確信しているなら鑑定をしてもいいってことだろ。私の意見に父も賛同する。兄もうなずき、兄嫁は完全に逃げられない状況になった。ごめんなさい、あなたの子じゃないんです。やっぱりお前俺を騙してたのか。最低だぞ。兄が兄嫁を怒鳴りつける。不倫や企んは確かに最低だが、
兄に言われたくないだろうなと思ってしまう。兄嫁は実は既婚者と不倫をしていたらしく、相手の男性に子供ができたことを伝えても離婚してくれなかったそうだ。だから兄との子供ということにして兄に養わせる予定だったらしい。そっからは完全に修羅場で、兄夫婦はずっと喧嘩をしていた。すっかりお祝いムードではなくなったので、私は父と一緒に家を出て帰った。その後、兄から父の元に電話がかかってきた。父さんごめん、父さんにいろいろとひどいことを言ったよな。まさかカナが不倫をして託卵を計画しているとは思わなかったよ。俺たち離婚することになったから。それで離婚したら実家に戻るから、これからは俺が父さんの介護をするから安心してくれよ。兄は都合よくそんなことを言っていた。父がスピーカーモードにしてくれたので、私も全部聞くことができた。私が調子のいいことを言う兄に呆れていると、父は後悔した。離婚するしないはお前の勝手だが、この家には帰ってこないでくれ。え？私のことをボケていると決めつけ、孫を抱き上げることすら許可しなかったお前と一緒に暮らしたくなんてない。それにさっき適当に謝っていたが、どうせお前は養育費を支払いながら家賃も支払うのがきついから実家に戻りたいだけだろう。う、どうやら図星のようだ。すでにカナさんの子供を父親として認知しているので、兄は養育費の支払いを免れないらしい。そこで父を頼ろうとしたというわけだ。兄のしそうなことだし、どうせ兄は父の介護なんてしないだろう。ただただお金を吸い取るだけだ。待ってくれよ、息子が困っているのに助けてくれないのか。お前には今まで定期的に金銭的な援助をしてきただろう。それなのにいつも裏切られてばかりでもう限界だ。あとは自分で何とかしろ。そんな。父はそう言って電話を切った。そして私は父の代わりに兄の番号を着信拒否にしてあげた。これで兄はもう父に連絡を取れない。また兄は実家を何度も訪ねたらしいが、父はその都度追い返しているそうだ。やがて兄は諦めて来なくなったそうだ。今はどうしているのかは知らないが、もともと給料が高くない仕事をしていたので、養育費を支払いながらの生活はかなり大変だろう。一方、私は仕事もプライベートも順調にいっていて、つい最近付き合っている彼からプロポーズをされた。そして父に結婚の報告をし、両家の顔合わせも済ませて、もうすぐ結婚式を挙げる予定だ。父の病気が進行する前に式を挙げることができそうで本当に良かった。これから大変なことも多いだろうが、父のことを気遣いながら、私は幸せな結婚生活を送っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。